始まりましたアプカミ。今回のお相手はアンジュルムのイセレイラとモーニング娘。21の北川リオです。ハロープロジェクトのメンバーが毎回交代で進行していくこの番組、アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分もこのチャンネル限定で公開していきますので、たっぷり楽しんでください。私たちのレコーディングやリハーサル、メンバーが紹介するヘアアレンジやメイクなど制作の過程をお届けしていきます。それではまず MC2 人の裏側に迫っていこうと思います。はい、まず私伊勢はアンジュルムとして6月23日に新曲をリリースさせていただくんですけど、新曲がはっきりしようぜと、泳げないマーメイド、愛されると AORB というトリプル A 名シングルで3曲になっているんですよ。すごい豪華。そうなんですよ。なのでこの3曲は新メンバーにとっては初めてだったので、どちらかというと勝手なイメージでちょっとフレッシュな明るい感じの曲なのかなって思ってたんですけど、3曲ともガラッと違って、今までもないような大人っぽい楽曲になっていて、それぞれ全部本当に違うんですよ、雰囲気が。だからその曲のレコーディングするにもすごく感情をね、それぞれ全く違う雰囲気を出すのも大変でしたし、ダンスも3曲とも全部同じ先生に今回振り付けしていただいてて、すごくダンスがイントロからアウトロまでもうずっと踊るみたいな、本当に難易度の高い3曲になっているんですけど、特にその中で愛されるとAORBという曲はピンヒールをみんな履いてMV を撮ったんですよ。なのでやっぱりこう3曲動いてて、全部それぞれ使う筋肉、踊る時の使う筋肉が違うので、もうお腹引き上げないととか、特にそのピンヒールはもう立つだけでグラグラするから、体幹を鍛えるように意識したりだとか、本当にそれぞれみんなここを鍛えた方がいいっていうのをみんな自主的に筋トレしたりしてました。いや、なんかピンヒールって、私だって分厚いヒールでも高かったらちょっと低いのに変更してもらったりとかしてるぐらいなので、今までだと例えばピンヒールって言えば私はすごくキュートさんのイメージがあるんですけど、なんかどうやって踊ってるんだろうとか、なんでこけないんだろうとか、なんかすごい思うので。でもこれは新メンバーもピンヒール、新メンバーみんなもうピンヒール履いて、高さは結構高かったり低かったりするメンバーはいるんですけど、でもやっぱりちょっとした高さの違いでやっぱりこうもっとグラグラしちゃったりとか立てなかったりするので、それこそこうダンスも激しいから、 MV の時はすごくできたけど、これからもし履くってなったらどんな感じなんだろうとか思ったりもするので、これからもね筋トレは続けていきたいなと思います。すごいです、楽しみです。はい、じゃあリオちゃん。はい、私はですね、花鳥風月のコンサートで一回朝に会場に着いてからお弁当を食べようと思ったんですよ。でお弁当をこと持ってきて、で最初になんかお漬物みたいなのが食べてたんですね。で1個なんかちょっとこぼしちゃって、であこぼしちゃったと思って拭こうと思ってこうやって持って食べてたんです、私は。でお弁当がこれだとしたら結構載せてたんですよ、机に。もうちゃんと置いてたのに、その1秒後ぐらいに急にこっちからこうやって落ちるんじゃなくて、ここからパンって、奥の方からパンって本当に誰かに押されたみたいな感じで、そのまま真っ逆さまにお弁当が落下してしまい、なんかそこからちょっと多分その一日がすごく不運だったっぽくて、今私すごいお清めスプレーっていうのを使ってるんですけど、そういうこといろんなところに振っても結局ダメで、コンサートでも一つすごいちょっと小さいミスを、右に行くところ左に行っちゃったみたいな感じで、すごくなんかちっちゃなミスなのに、もうなんか全てを忘れてしまって、もう感覚でけど踊ってるみたいな。だから体は動くけど、この振りで合ってるのかなとか、え待ってこの歌割り私合ってるみたいな感じで、すごくなんかライブの後半でしかも引きずってて、なんかそれがすごくなんか最近の大きなエピソードです。でも私もこの花鳥風月でコンサートをやっていく中で、鳥チームだったんですけど、鳥はすごく倍打ちだったり毎回の公演で変更があったので、覚え直すことがすごくたくさんあって、みんなもう頭の中がどうしようやばいよみたいな感じで、本当に頭がいっぱいいっぱいだったんですけど、もうぶっつけ本番でもう確認しないであえて出ようみたいな感じにみんなでなった時に、自分すごくもう
焦っちゃって、うん、そのステージに立ってる時に本当に私も体だけの感覚で踊ったりとか、歌も次の自分の歌詞なんだっけって思った時も、うん、感覚でパッて出てきてできたので、うん、やっぱりこう毎回ねリハーサルとかでたくさん練習したからこそそうやってできたのかなっていうふうに思います、うん、そうですね、やっぱりリハーサルとかでも本当にたくさん回数を重ねても何百回踊ったんだってぐらい踊る時があるので、うん、なんかそういうのがこうやって生きてくるのはすごい良かったなって思います、うん、それでは今回のアップカミ、まずはこちらから。中島拓衣カバー楽曲配信ミニアルバム、拓衣中島カバー EP ネイキッド発売記念スペシャルインタビュー。中島拓衣カバー楽曲配信ミニアルバム、拓衣中島カバー EP ネイキッドが6月3日リリースになりました。今回はその発売を記念してスペシャルインタビューの映像をご覧ください。まあ、アルバムというか、もうアルバムのくくりというか、配信を、カバー曲だけでこうやってみようっていうのが、まあ、今回目論としてありまして、まあ、いつか、カバー曲のこうワンパッケージみたいなのをやりたいなというふうに思っていて、だから1曲だけじゃなくて何曲も、レコーディングというか収録させてもらった曲を一遍に聴いてもらうということを、まあ、やりたいと思ってたんですよね。それがまあ、このタイミングだったっていう感じです。はい、気持ちに蓋をしながら夜明けをまたはどうか。選曲は、まあ、基本的に自分が子どもの頃から聴いていた楽曲と、あとは青春時代、まあ、いわゆる10代ですよね、ティーンエイジャーだった時に好きだった楽曲を選んだっていう感じですね。松浦亜弥さんの思いあふれては、まあ、ほとんどいい曲だと思ってたし、あとまあ一昨年ぐらいずっとそのガールズカーヘッドって言って、ハローの曲、子たちに書いた曲のアルバムを出させてもらって、でその時にまあハローファンの方々がねたくさん僕のアルバムを聴いていただいたんで、そのまあ感謝もあってお返しもあって、歌おうかなというふうに思いました。惜しくないあの頃に戻りたい。単純なレコーディングにしたテイクを世に出すのはなんか嫌だったんですよね。だからやっぱこうライブっぽく、ライブをただ撮影してもらってライブをそのままレコーディングしてもらうっていう形の方が、まあ、自分らしくていいかなと思ったんですよ。だけどなんかこういうことも意外とやったことなくて、一曲一曲に魂込めるっていう意味合いもあったせいか、すごい疲労感がありましたね。一曲でこんなに疲れるんだみたいな感覚をちょっと覚えましたね。部屋に花を飾った静けさに身を委ねてまぶた。テーマとこだわりがあるとすれば、レコーディングしたテイクをそのまま配信するというのではなくて、やっぱりライブのように、ライブでずっとやってきた人間なんで、ライブを撮っていただいて、しかも音もそして絵も全部で、それをそのままこう映像も音源も配信してもらうっていう、そういうこだわりをちょっと持って、作りましたので、ぜひ楽しんでもらえると嬉しいです。プライドこの先も思い出すでしょ。キャリア22年やってきた中島拓衣が、今、カバーをあえて歌うっていう、そういう、まあ、今回の試みなんですけれども、やっぱりいい曲を歌いたいなというふうに思いましたし、いい曲をチョイスさせていただいたというふうに思っております。大ヒット曲たちばっかりですけれども、それを中島拓衣が歌うとこういうふうになるっていうのを、楽しんでもらえたらなというふうに、思います。よろしくお願いします。ことはないと今ならばわかります。
今回のミニアルバムは松浦綾さんの思いあふれてのカバーを含む全6曲を収録しています。思いあふれては2009年発売の松浦綾さんの5枚目のオリジナルアルバムに収録されている楽曲です。はい、この中島さんの動画を見てみてどうでしたか？なんかすごく私たちもカバーを、うん、いろいろコンサートとかで去年させていただいてて、うん、なんかカバーすることの難しさとかも結構知った上で見ると、うん、なんか卓一さんカラーも出つつ、うんうんうん、でもすごく松浦さんの歌い方とも似ていて、なんかすごく素敵だなと思ったのと、うんうん、あとは青春時代にすごく聴いていた曲を、うんうん、なんか今回たくさん選曲したっておっしゃっていて、うんうん、なんか自分が昔に聴いていた曲を自分がこうやってカバーして世に出すっていうのが、なんかすごく夢があるなと思って素敵だなと思いました。うんうんうん、はい、私もこうカバーを聴いていて、もともと私がこの思いあふれての曲を一番最初に聞いたのが、同じアンジュルムの笠原桃奈さんが前回の、うん、イベントの時に歌っていて、それを聞いて、あ、すごい素敵な曲だなって思っていたんですけど、またそこから松浦さんの曲も聴き、拓井さんのもこうやって聴いて、それぞれなんかすごいカラーがあるなって思いましたし、やっぱり拓井さんってすごく情熱的な歌い方を、はい、歌い方っていうか、こう、表現力のある方なので、うん、すごくこう、しっとりしたバラードだけど、なんか内側に秘める強さみたいなのをすごく感じて、聴いていてグッとくるなと思いました。以上、拓井中島カバー EP ネイキッド発売記念スペシャルインタビューでした。笑顔でいたらいいことあるよ。続いてはこちらです。私と踊りなさいボーカルレコーディング。ビヨーンズのセカンドシングル通常版 B に収録されている私と踊りなさい、里吉歌乃のボーカルレコーディングの様子をご覧ください。ではじゃあ順に撮っていきましょう、はい、最初からですね。じゃあ私と踊りなさいですね。はい。と踊りなさいっていう感じで撮ってみましょう。はい。と踊りなさい。ということですね。はい。と踊りなさいは、たっ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 た。ちょっと区切る感じ。踊りなさい。さい、さいちっちゃいつみたいな感じかな。はい。踊りなさい。ビシッって決める感じ。はい。踊りなさい。はい、OK です。ありがとうございます。1番のものすごく減ったですね。はい。めちゃくちゃバズったものすごく減った、ちょっとこう顔泣きながら、はい、いう感じでちょっと歌ってみてください。はい。ものすごく減った、いいですよ、はい、ものすごく減った、ものすごく減った、減ったのところをちょっと言い直す感じでしょうかね、はい、ものすごく減った、うん、っていう感じ、はい、もう一個ください。はい、お願いします。ものすごく減った、はいよ、はい、OK、いただきました、はい、もしも私のことをよく見えたなら悲しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として。全体的にもう一つパワーが欲しいかなと。はい。もしも私のことをよく見えたなら悲しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として。お、いいですよ、さっきパワーが増しました、はい、この辺は畳みかけるように、はい、特に悲しくてのかとか苦しくてのくとか辛そうなのつ、この辺の頭をしっかりアクセントを置く感じかな、はい、もしも私のことをよく見えたなら
しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として。はい、オッケー、ありがとうございます。続きまして2番、はい、はい、里吉さんメイン回来ましたね。はい、サビ直前まで、はい、つるっと行ってみましょうかね。はい、うん。私は未来よ、遠すぎて見えない、待ち望まれたり絶望されたり、歴史を学べばちょっと見えるかも。基本ね、これあの、なんだろう、すごいミュージカル調な感じなんで、あの、未来、私は未来よって自己紹介してる感じですよ。あの、気持ちはセリフを言ってるようなつもりで、かつ音程を意識してはめていくと。私は未来よ、遠すぎて見えない、待ち望まれたり絶望されたり、歴史を学べばちょっと見えるかも。バカにしないで、私なしでは夢見られないわ。はい、オッケー。ありがとうございます。ちょっと見えるかもっていいね。そのニュアンスを生かしたいんで。ちょっと見えるかもというのは生かしましょう。あと、バカにしないでの後を、私なしでは夢見られないわに、こう、勢い的につなげたいんで、気持ちをこう、つなげる。バカにしないで、区切って、私じゃなくて、バカにしないで、私なしでは、ダララ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 、っていう意識で、はい、そこをつなげてみてください。はい。私は未来よ、遠すぎて見えない、待ち望まれたり絶望されたり、歴史を学べばちょっと見えるかも。バカにしないで、私なしでは夢見られないわ。はい、いただきました。ありがとうございます。では、里吉さんは、窒素や酸素に紛れて飛ぶのはだね。はい、じゃあそこの A 部分だけ取りましょう。窒素や酸素に紛れて飛ぶのは、ここはね、窒素や酸素に紛れて飛ぶのは、少し区切りましょうかね。はい、窒素や酸素に。窒素や酸素に紛れて飛ぶのは。いいよ。あの、今の歌い方よかったですね。飛ぶのはがちょっと惜しいかな。飛ぶのは。そう。紛れて飛ぶのは。のは。そう。窒素や酸素に紛れて飛ぶのは。はい、OK、いただきました。悲しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として。はい、そういうことですね。はい、もっとパワーが欲しいから。はい、うん、音程はバッチリなんで。悲しくて苦しくて辛そうなあなた、この世界に生きる仲間として。以上です。早い、早いね。以上になります。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。あの、この曲はすごく、私はあんまりたくさんは聞いたことないんですけど、うん、なのでこう今レコーディングで音を聞いてて、すごくミュージカル調だなって思ったし、うん、ミュージカルみたいな演技も交えつつ、音程もすごく難しいし、うん、こう高くなったり低くなったりっていうのもすごくあったりするので、はい、まあ、自分だったらすごく
あの歌えるかなって思ったりもしたんですけど、すごくそこもね、あの聞いてて楽しいなっていうふうに思いましたし、あの同じ同期なので歌のちゃんはなんかこうずっと最初の頃から一緒で、なんかこう歌も聞いててすごく魅力が増していくなって聞いていくうちに思ったので、本当に素敵なレコーディングでした。私はその聞いて、うん、あのリズムをすごく刻むところと、うん、あとはなんか滑らかに歌う、うん、つなげて歌うところとかがなんかすごく箇所によってなんか変えられてて、うん、なんかそこをすごく切り替えるの難しいなと思ったのと、あとは途中であの里吉さんゾーンだからねみたいなのをおっしゃってたところで、なんかあそういう風にこうやってゾーン分けされてるんだと思って、ね、すごくなんかこれからたくさん聞いていきたいなって思います。以上、ビヨーンズ私と踊りなさい里吉歌乃のボーカルレコーディングでした。私はロイヤルミルクティーが好き。あなたは何が好き？続いてはこちらです。モーニング娘。2-1 アルバム楽曲このままボーカルレコーディング。モーニング娘。2-1 16枚目のオリジナルアルバム 16th That's J-POP からこのまま佐藤まさきのボーカルレコーディングの様子をご覧ください。あいつもあの子もみんな大人になるだろう、なるだろう、なるだろう。たたた、はい。あいつもあの子もみんな大人になるだろう。当然私もそうだよ。それが三次元さ。あいつもあの子もみんな大人になるだろう。当然私もそうだよ。それが三次元さ。怖いも怖い泣くな泣くなあった。はい。ああ理由なんてないさ。やいこばいものなど求めたくなくなった。伸ばすこのをこばいものなあこばいものなどまったくまったくなくなった。もの、お、おが二つ目のおってことか。理由なんてないさ。やいこばいものなどもとまたなくなった。てて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 てはい。私に無縁なこととスルプしてた。理由なんてないさ。やいこばいものなどもとまたくなくなった。知らないだろう。笑っててて Yeah 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 夢っててて Yeah 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 ああいれば何もいらない。そう違うよこのまま止まれ。欲など何もない。このまま飛ばとなれ。わかるかいこの純粋。そう違うよ時間よ集中。てててて yeah 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 夢てててて yeah 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 あいれば何もいらない。そう違うよこのまま止まれ。欲など何もない。
このまま飛ばとなれ、わかるかいこの純粋。いつもいつもいつも強い強い、そう時間よこのまま止まれ、邪魔など許さない。サビがやっぱりイエイイエイイエイとかっていうのやっぱり皆さんも一緒にコール&レスポンスじゃないですかね、なんかそういうのできるんじゃないかなって思ったのと、やっぱりレコーディングの感想としてはサビの早いところが早口にならないように頑張ったりだとか、あとはやっぱつんくさんといえばリズムなんですけど、リズムはめちゃめちゃ相変わらず難しいなと思いながらもやった感じでした。でもコンサートで早くみんなで披露したいなっていう気持ちが大きいので、早く披露できるように頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった。はい、この曲はもう本当に難しくって、うん、なんだろう、掛け合いというか、うん、君が君が君がのところとかも本当に滑舌がもう難しすぎて、うん、だからすごくそこはなんか佐藤さんもなんかもうパシッて一発で言えてたのが、うん、すごいと思って、うん、あとはまあなんか久々にこういう元気系の楽曲をこのレコーディングしたのもあって、すごく感じをなんか出すのが難しかったんですけど、でもそこは本当に佐藤さんさすがだなって思いました。私もリオちゃんのレコーディングも実は見させてもらって、はい、見てたんですけど、だからこうリオちゃんのもそうですし、この楽曲自体がそもそもすごくリズムがすごい難しくて、一つ一つのこう文字を切らないといけないっていうのがすごく見てて難しそうだなっていうふうに思ってたんですけど、はい、リオちゃんも佐藤さんも本当にすごい上手だったんですよ。本当にめちゃくちゃ上手だなと思って、自分だったらそんなリズムがやっぱり苦手なので、うん、もう本当にこうやって見てるだけでもすごく勉強になりましたし、佐藤さんの場合だとすごく伸ばした音のなんだろう、こう伸ばし方が声の張り上げていく感じがすごく力強くてかっこよかったなというふうに思います、はい、以上モーニング娘。2-1アルバム楽曲このまま、佐藤正樹のボーカルレコーディングでした。明日も頑張りましょう。伊勢レイラと北川リオがお送りしてきたアプカミ、お別れのお時間となりました。はい、今回の、ま、VTR の中で、はい、佐藤さんのレコーディングなんですけど、私がこのレコーディングの時期とかに新幹線で佐藤さんと隣の席になった時に、うん、この曲の結構解説とかをしていただいて、うん、でその解説をしていただく時にこの見せていただいたこの歌詞カードをいただいた歌詞カードにもうびっしりいろんなことが書いてあって、うん、もうマーカーもしてあるし、ここは何個伸ばすとか、うん、なんかそれで私すごく影響を受けて、うん、それからレコーディングも、うん、あやっぱりこうやって望むものなんだなと思って学ばせていただいたので、うん、なんかそれをこうやってまた改めて、うん、それをまた映像で見ることができてすごく嬉しかったです。私も里吉歌乃ちゃんのボーカルレコーディングで、こう歌乃ちゃんの見てて、この曲自体すごくシーズニングスって結構演技系のすごくテンポのちょっと早かったりとかミステリアスな感じの楽曲がすごく多いなっていうふうに思うんですけど、毎回どんな楽曲でもその表現がまた違ってすごく聴いてて楽しいなっていうふうに思いますし、なんかこうやっぱり、まあ、演技舞台とかもやってると思うんですけど、それもあってすごく表現力があるなって、こう一つのフレーズでもこんなになんか人を魅了させるような歌い方ができるんだなと思って、自分はまだそういうのやったことないので、はい、なんかすごくレコーディングを見て勉強になりました。はい、アプカミではアップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの制作の裏側に迫っていきます。普段は見えない部分もご紹介していきますので、チャンネル登録お願いします。今回のお相手はアンジュルムの伊勢レイラとモーニング娘。2-1の北川リオでした。さようなら。